皆さんこんにちは。今回もマリオカート、やっていきますよ。はい、スタートダッシュ決めるよ。うん？はい、ここ。うん？はい、スタート。今回のコースは、プルプルツイスターですね。ショートカットがめちゃくちゃあるコースですが、一つも決められません。というわけで、堅実に戦っていきましょう。さて今回は、こっちというか、そういう回となります。以前からやりたいと言っていた、チャンネル登録者3万5000人記念と、YouTube のチャンネル開設2周年だか3周年だかの、記念生放送をしていきたいと思います。オリンピック期間の4連休のうち、7月22日の木曜日、夜の9時から地声での生放送をして、お耳汚しをしますので、あらかじめ言っておきます。地声が嫌いな人も、ここで言っておけば、間違って開く心配もないというわけですね。生ロイドという地声をゆっくりに変換するソフトもあるのですが、あれを使うと喋りたい単語に変換されず、ストレスが凄まじいので、申し訳ないですが地声でやらせていただきたいと思います。内容としてはポケモン剣盾で、攻撃力ポッポの交換会をしたいと思います。以前デリバードはかなり配ったので、違うのを配ろうということで、攻撃力ポッポを配りたいと思います。1ボックス買ったボックス弱くらいあれば、きっと足りますかね。それが終わったらプラチナの金ネジ気100レベルを、ある程度やっていくという感じになると思われます。という感じとなります。あとはまだまだ先ですしやるかはわかりませんが、ドラクエで何か生放送をしたいとか考えてます。ドラクエから私を知った税の需要を満たそうという考えですね。やるかどうかはまだ決めてませんが、そういう動きもあるかもという感じですね。動画に関しては変わらずドーブルが上がりますし、ドーブルが完結したら日韓金ネジチャレンジがスタートするので、更新頻度は変わらないということで、そこはご安心ください。お盆明けから地獄の出張ラッシュがありそうな雰囲気があるので、やれる時にやっておきたいという感じです。大パリメイクの時期に出張があって、すでに流行に乗り遅れそうな匂いがプンプンしていて、最近はそれがストレスですね。とか言ってたら、1位になれました。よかったよかった。一発目の青コーラをギリギリ防げたのが大きかったです。それでは、ご視聴ありがとうございました。